あれも本当に今さっきもねテリーさん言ってましたけども日本一のサポーターですよね、ずっとレッズでやってて、懐かしく感じましたね。文句言われてるところ、文句言われてるところ、文句言われてるところすごい懐かしかったですね。聞こえるんですか選手？聞こえます。僕なんかいたのがちょうど1年目2年目3年目ですから、はい、はっきり一番お荷物と言われた時ですよね。デビュー始まった年とか、そうですよね。でもう9連敗したりとか、でもそれでも常に満員で、でもグラウンドって結構端っこ行けば聞こえるんですよ。スローインでボール取れた時とか、今ボールボーイがポンってボールくれますけど、自分で取れたりするわけですよ。水してめえこの野郎うるせえなと思いながらやるわけですよ。でも一生懸命応援してくれてるわけですからね。そうそう、で、まあ、あーって言う人もいれば、頑張れよっていう人もいれば、わーっていうやつもいますし、その人気の秘訣というか秘密っていうのは何なんですかね。でも始まった当時ってみんな人気あったじゃないですか、どこも満員で、だけどそれが気づいたらレッツだけいつも満員だなっていう感じでしたね僕らは。あ、その辺のね、なんでレッツが人気あるかというその満員の秘密をご覧ください。サッカーどころ埼玉の誇り、それが浦和レッツ。しかしJリーグでの船出は悲惨なものだった。お荷物球団と揶揄されても仕方のない戦いぶり。いくらね、応援してもね、気合が感じないの。はい、わかるよ。今も J リーグのワースト記録として残る5試合連続、延べ543分にも及ぶノーゴール。それは勝てないレッズを象徴する現象だった。3年分ぐらい負けたって言いますかね。サポーターの我慢も限界を超えた。サッカーに対する執着心、執念がない。本当もう、もう泣けちゃう。もうお金返してほしい。思えばこんなこともあった。 J リーグ初の先制ゴールに喜ぶあまり、プレー再開に気づかずあっという間の失点。ディフェンダーが相手のパスにもてあそばれる屈辱もあった。また95年には当時弱い者同士と言われたグランパスと迷える名勝負、延々と続いた PK 戦。決まらない、止められる、終わらない、どうなるどうなるで28人目に突入。最後はやっぱり負けてしまった。それでも愛すべきレッズには個性が輝いていたのだ。池田だいなり食べる。ゴールの後がお楽しみ。池田信康、お焼香にボディービル。会社でコピーを取るのは1年目サラリーマンだった水内武。93年チームの得点王はピッチを明るくした。キャイン。今や市議会議員の田口さんもゴールが決まるとキシャキシャシュッポシュッポ。そして日本全国注目の中で男を挙げたのは岡野正幸、そう野人である。嘘か誠か伝説となっている、犬よりも速いと言われる男。何しろ自分が出したスルーパスを自分で受けに行くのだから波じゃない。トラップがそのままゴールになってもシュシュシュのシュー、目にも止まらぬ早技で先進もなぎ倒す。レッズ選手とサポーター、両者の間には J リーグの理念そのままが見える。どんな時でも彼らは一緒に戦っているのだ。相手には徹底的にプレッシャーをかける。時間稼ぎなど汚いプレーにはたまらず。グラウンド乱入は決して褒められた行為ではないが、そこには相手を謝らせる凄みがある。もちろん嬉しいこともあった。95年には優勝争いにも絡む初の3位。そしてこの年、エース福田が J リーグ3年目にして日本人初の得点王に輝いた。レッズ躍進を支えた大きな壁ブッフバルトは白い馬にまたがりドイツに帰ってしまったが、天才司令塔が加入。繰り出される鮮やかなスルーパスにレッズの明るい未来は約束されていたはずだった。しかし暗い影を落とすまさかのアクシデント。小野が靭帯を断裂。どこかレッズの歯車が狂い始めた。それまでも故障者続出でベストな布陣を組めていない。
運命の 11.27。 サポーターは最後まで力を送った。意味のない V ゴールが悔しさを倍化させる。2000年、彼らはこの悔しさを抱いて戦うはずだ。 We are Diamonds、 力を合わせて。しかしこう見ても本当にいいご本人出てましたね。ご本人出てましたね。いや、いいチームですよね、これね。あったかいチームですよね。あったかいチームですよね。うん、で、まあ、落ちたもしょうがないですけども、これ今後ね、小野選手なんせもうどうなるんですかね、これね。日本の宝ですからね。小野さん、どういかがですかね。日本の宝だと残るんですか。いや、やはり一部とか、はい、一部のチームとか、それからあと、はい、世界ですね、外交に行くっていうことも考えられてますね、はい、またそれの方が、彼のレベルをアップするために必要ですよね。やはり、はい、いかんせんやっぱり2部っていうのはそれだけレベル低いわけですから、はい、そうですね、うん、弱いところ戦うと自然に自分も落ちていったりするからね。そうなんですよね。それはないよ、やっぱりね、海外行くのもしょうがないかなっていう、ね、気はしますけどね、まあでも見守りたいですよ ね、 そうですね、はい、さあその浦和レッズと対局にあるのが FC 東京でございます、うん、大きな喜びに包まれましたこの FC 東京、街は大変なことになりました。ご覧ください。